ギリスはシンガポールに開戦の1ヶ月ほど前から戦艦レパルスとイギリス海軍の誇る新鋭戦艦プリンス・オブ・ウェールズを配備していました。日本軍のマレー半島上陸を知ると上陸部隊と護衛艦隊に奇襲攻撃を計画します。12月8日夕刻、曇り空の中、東洋艦隊はシンガポールを出港。日本の潜水艦がこれを発見しました。南部仏印の基地から飛び立った海軍航空機が攻撃を開始、マレー沖海戦が勃発しました。帰ると思うな。はい、帰りました。それではまだ十分ありません。